アルーシャ国立公園は、タンザニア北東部のアルーシャ州に位置する国立公園である。園内に標高4566メートルの火山、メルー山を用し、この高さはタンザニア第二位である。この公園は小さいが3つの地域それぞれに壮大な風景が広がっている。西では、メルクレーターが塾組屋川を通り、クレーターの園にメルー山がある。 火山地帯から森林、サバンナを含む多様な生態系が特徴である。非常にアクセスも良くアルーシャから東に 25km、もしキロ 58km、キリマンジャロ国際空港から 35km のところにある。1日で回れるほどの大きさながら、その生態系の豊かさは特筆するものがある。アフリカで5番目、タンザニア第二の標高であるメルー山の登山口であり、 頂上と東側を含む、北側に位置するモメラ湖群の浅瀬には、時に数千羽のフラミンゴが生息し、また白黒コロブスがこの公園のマスコットである。半径1キロメートルのウグドロクレーターは、リトルンゴロンゴロと言われるほど、ゴロンゴロ保全地域とよく似た景観を作る。アルーシャは、多くの種類の野生動物が生息しているが、観光客は、 他のタンザニアの国立公園で行われているような、周遊は期待すべきではない。この公園はサイズが小さいにもかかわらず、キリン、アフリカ水牛、シマウマ、イボイノシシ、ゲレザ、ブルーモンキー、フラミンゴ、ゾウ、ライオンなどのアフリカの動物が生息している。今日はこの公園では滅多に見られない。ジャングルに鳥類が多数生息しており、 多くの森の種は観光用の道よりも森の中の方が見つけやすい。ありがとうございます。